ボーートレース戸田ボートピア岡部カップ開設15周年記念開催4日目の競争注目カードを迎えています初の優勝戦進出をかけましての準優二2番勝負11レースの準優勝戦です11レース対戦メンバーは1号艇群馬土屋智則2号艇福岡枝尾勝3号艇岡山山地正樹4号艇山口田村雄一5号艇岡山寺田知恵 六号艇兵庫河野聡。以上の六選手によって行われます。十一レースの準優勝戦です。それぞれの上位。一着から三着までが、明日のファイナル進出となっていきます。インに構えて一号艇土屋、人気の中心です。二コースに二号艇の枝を、人気の一角を担います。並んで三コース、三号艇山路。 4コース角へ構えまして4号艇の田村雄一です5コースには予選突破高1.5号艇の寺田千恵6コースに6号艇の河野聡です枠成3対3です進入インコースから1番2番3番4番5番6番11レースと準優勝戦スタートしました インかから1号号のの土屋、5コース5号艇テララ、この後にわずかに覗いていてます。まずは1幕そのまま逃げていく1号艇土屋3コースから3号艇山地の全速性はまくりきれない差しを狙って2号艇枝尾はどうかバック側逃げていく1号艇土屋智則が先頭です差し届かず2号艇の枝尾そして3号艇の山地に内側から上がってくるのは6号艇河野さらに後方5番4番スタートは前提正常でした 1>, 1号艇土屋が2マークトップでクリア2番手で2号艇の枝尾がいきます3番手6号艇河野ーーが先手を取ったんですが切り込んでくるのは3号艇の山路山路がさばいて現在単独の3番手ですレースは2周目入っていきますその後ろで6番4番5番が下がらく追走レースは2周の1マークです1号艇土屋がトップ旋回2番手で2号艇の枝尾3番手3号艇の山路6番5番と後方競り合いながら突っ込んでいきましたが3番手全速3号艇山路がかわしています上位体勢は1番 2番、3番の体勢に5番、6番、4番と後方です2周2マークを1号艇の土屋がトップ旋回2号艇、田尾は2番手です3番手で3号艇、山路が回りましてホームが確定帰っています上位変わらず1番、2番、3番でレースは最終周回へと入っていきます4番手以降で5番の寺田6番、河野が競り合って最後方に4番、田村が続いています 3週1マークを1号艇2号艇3号艇の順にクリア確定が最後のバック側へと抜けています上位体勢は1番2番そして3番の体勢です人気に応えそうです1号艇の土屋智則昨日に続いてのイン逃走劇2番手前回は2号艇の枝尾3番手3号艇山地とどうやら明日のファイナルこの3人か1番2番3番本命サイドの決着です先頭1番土屋五輪二2番枝尾五輪3番山地五輪 5番、寺田五輪6番、河野4番、田村五輪。